皆さんこんにちは。 YouTube で学ぶサンシャインカービングレッスンチャンネルです。今日はサンシャインスクールのソープカービングレッスン18番目のデザイン、アザミのお花を彫ってみたいと思います。はい、今日はサンシャインスクールのソープカービングレッスン18番目のデザインです。プチベリーの石鹸を使います。まず石鹸のロゴを切り取ります。中心になる部分にちょっと当たりをつけます。グッドナイフの後ろで少し穴を開けます。そして中心にナイフを入れ込みます。そしてナイフはそのままで石鹸を回しながら円錐を作ります。少し深めの円錐を作ります。2回か3回に分けながら円錐を作っていきます。円錐が出来上がったら内側に8等分の印を入れます。軽く8等分の印を入れていきます。ナイフの裏を使います。ナイフの裏を使って8等分軽く線を入れていきます。大体の目安で線を入れたら、この中に三角の花びらを作っていきます。今まではナイフを1回ずつこういうふうに両方から動かして三角を作っていましたが、今回からは1回で作ります。ナイフを引いてここで折り返して三角を作ります。こうすることによって花びらの先が尖った花びらが出来上がります。8個、ナイフを戻さない、そのままひっくり返して8枚の花びらを作ります。先を尖らせて内側の方は残したままくっつけたままです。で、中がつながってる状態です。で、この間を面取りをしていきます。面取りをしていきます。花びらが切れないように注意しながら面取りをします。こんな形で面取りができます。で、深く面取りがもしできない場合はもう一度後ろを均等になるように面取りをしていくと綺麗に仕上がります。面取りをした円周、この丸の円周に沿って花びらを作っていくので綺麗に整えるとやりやすいかと思います。はい、そしたら今度はこの花びらの間にまた三角の花びらを作っていきます。1回で作ります。先を尖らせて花びらの間に三角の花びらを入れていきます。花びらの下がつながってる感じで上の花びらは尖らせていきます。8枚の尖った花びらができたら内側を面取りをしていきます。花びらが切れないように気をつけながら面取りをしていきます。1枚の面取りができたらもう一段周りを深く面取りをします。綺麗に円が描けるように取っていきます。ここの円周が丸くなるようなそういう気持ちで面取りをします。
またこの花びらと花びらの間に三角の花びらを入れていきます。また1回で入れていきます。両方から三角を作るとどうしても三角の先の部分が厚くなってしまうので、1回で斜めに向けながら花びらを作っていきます。均等に同じ形で作っていきます。またこの花びらの間を面取りをします。花びらが切れないように気をつけながら面取りをしていきます。バランスよく大きくなったり小さくなったりしないように気をつけながら取っていきます。またさらに下を面取りをして、花びらが少し浮き上がるような感じに作っていきます。ここの丸が均一になるように仕上げていきます。またこの花びらの下から花びらを同じように作っていきます。三角に1回で花びらを作りますね。花びらができたらまた後ろの面取りをします。だんだん花びらが大きくなるのでバランスがとても難しくなってきますので、均一の深さで面取りをするようにします。浅くなったり深くなったりしないように均等に取っていきます。はい、その後もう一段下げるように花びらの後ろを面取りをします。またこの花びらの間に同じように三角の花びらを入れていきます。どんどん花びらが大きくなってきます。小さくなったり大きくなったりしないように均一に入れていきます。花びらが整ったらまた間を面取りをします。同じ深さで面取りをしていきます。石鹸カスもたまらないように綺麗に面取りをしていきます。また花びらが下から出てくるような感じに作りたいので周りを一段落とします。周りを一段落としたら、初心者用のアザミのお花なので8等分で作っていますけれど、これが12等分とか16等分とかになるとものすごく細かいアザミのお花を作ることができます。でこの花びらと花びらの間がちょっと少し空いているので、下から花びらがわさわさ出てくる感じを作りたいので、今度はこの花びらの間に2個ずつ三角を入れていきます。これもバランスがとても大事になってきます。2つずつ花びらを入れていきます。根元はくっついてますけど、先の方はとんがってる感じに作っていきます。大きくなったりちっちゃくなったりしないように気をつけながら取っていきます。先のとんがった感じがうまく出るように作っていきます。
出来上がったら周りを面取りをします。均等に取っていきます。深くなったり浅くなったりしないように気をつけながら取っていってくださいね。ナイフがきれいに入っているとこのようにパラパラっと取れてきます。これで簡単な基本のアザミのお花の出来上がりです。中にビーズとかを入れるとまたとても可愛い仕上がりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またこんなものを掘ってほしいというようなリクエストがございましたらコメント欄にお書きください。頑張って挑戦してみたいと思います。今日は初級レッスンのアザミのお花を作ってみました。ありがとうございました。